政府が国民に一律10万円を支給する特別定額給付金のオンライン申請が5月1日から順次始まった。7日に受付を始めた自治体も多く、連休明けから本格スタートを切った格好だ。記者が住む都内の自治体も受付を始めたので、早速ネット申請を試みたが、PC やスマートフォンの操作に不慣れな人にとっては難しいだろうと思う場面もあった。画像。動作環境のチェック項目、具体的な手順は特設サイトで解説されているが、実際に申請してみて分かった気をつけたいポイントをまとめた。